2023年5月の夏場所で関脇の霧馬山は11勝4敗の成績を残し、次の名古屋場所での大関昇進を確定させました。そして師匠である陸奥親方の現役時代のしこ名霧島を受け継ぐことに。こうして陸奥部屋から初めて大関が誕生したのですが、一方で過去の暴行事件についても浮き彫りになったことがありました。週刊誌の告発から話題になった陸奥部屋の暴行事件についてご紹介していきます。相撲協会は6月23日国技館で臨時の集会を開きました。そして弟子同士の暴力行為が発覚した陸奥部屋の陸奥親方に3ヶ月間 20% の減給処分が下されます。さらに2022年から勤めていた協会の中ではナンバー2にあたる事業部長も辞任することに。ただ一方で理事には残るということになりました。陸奥部屋では2023年1月上旬、三段目力士の安西が幕下以下の兄弟子から縄跳びのロープで叩かれたり、膝蹴りをされたりの暴行を受けていたことが発覚。この問題を陸奥親方は1月に協会へ報告していますが、詳細な説明はしていませんでした。また安西はコンプライアンス部長の花籠親方にも報告したものの、兄弟喧嘩みたいなものだろうからまずは部屋で対処するようにと指示され、それ以上の進展がなかったといいます。そして暴力行為を行っていたとされる兄弟子は4月下旬に処分を受けることもなく引退。この結果に納得いかなかった安西はコンプライアンス委員長に通報しますが、3日後に通報を取り下げたため協会は公にしませんでした。こうした経緯もあり、5月の夏場所前に安西が週刊誌に今回の騒動を実名で告発するという前代未聞の事態になります。安西は相撲界だからといって許されることではありませんと強い覚悟を持った上で告発に踏み切ったのです。一方で柴田山広報部長は、週刊誌に出たということでそういった問題についてはしっかり対応していかないといけないという意見はあった。ただ花籠部長は詳細をはっきり把握できておらず隠蔽ではない、後からいろんなことが出てきたことに一つの問題があったとコメントしました。柴田山広報部長は隠蔽ではないと言っていますが、本来であれば花籠部長が相談を受けた時点で対応しなければいけない問題です。ここでしっかりとした対応をしていれば週刊誌に暴露されることもなく、こうして問題になることもなかったはずです。自浄作用が効いておらず、発端が週刊誌からとあっては相撲界としても赤っ恥な事態でしょう。相撲界ではこうした暴行問題が昔からなくなりません。陸奥部屋では2008年1月にも当時所属していた豊桜が若手力士の頭を調理器具で殴り8針縫う大怪我をさせたことがあります。ちょうど前年の2007年に時津風部屋の力士が暴力を受けて亡くなるという事件も起きており、暴行事件には敏感になっていた時期だったのですが、時津風部屋の事件を受けて再発防止委員会が行った視察の際にこの暴力行為は報告されておらず、当時は師匠の陸奥親方も把握していなかったといいます。暴力を振るっていた豊桜は、その力士は普段から生活態度が良くなく教育の一環だったと話しましたが、相撲協会はあってはならないこととコメント。陸奥親方としては自身の部屋で2度目となる暴力沙汰なので改善策を考えるべきでしょう。ただ最近でも伊勢ヶ浜部屋で暴行事件が発覚しています。2022年12月、幕下以下の力士2人が同じ部屋の1人の力士に暴力を振るっており、師匠の伊勢ヶ浜親方は理事を辞任することになりました。この暴力沙汰は伊勢ヶ浜親方も把握していましたが、協会には報告していなかったことで大問題に。暴行を受けていた弟子の親族が協会に電話で相談し、弟子本人からも協会に相談があったことで事件が発覚。本来弟子を守るはずの師匠が弟子の暴力とその被害を放置してしまったことになります。この問題で伊勢ヶ浜親方は理事を辞任したのに対し、陸奥親方は理事に残ったということでファンからは批判の声が殺到。2つの暴力事件の大きな違いは協会に報告をしているかどうかという点です。伊勢ヶ浜親方は暴力行為があったことを把握していましたが協会には報告していませんでした。一方で陸奥親方は詳細な説明はしていなかったものの、1月の時点で協会には報告しています。この違いから陸奥親方は理事に残れたとされますが、処分としては甘いと言われても仕方がありません。
伊勢ヶ浜部屋は2017年に元横綱春馬富士の暴行問題で世間を大きく騒がせました。この問題が起きてから相撲界はいかなる暴力も許さないと暴力根絶宣言を出しており、この時も伊勢ヶ浜親方は理事を辞任していますが、過去の経験を教訓にできなかったと厳しく批判を受けることになってしまいました。なかなか暴力がなくならない相撲界、伊勢ヶ浜部屋のように師匠が暴行を把握していながら協会に報告していなかったりして昔ながらの習慣として残ってしまっている可能性もあります。一昔前であれば可愛がりと称した指導は当たり前だったのかもしれませんが、2007年の時津風部屋での暴行事件などを受けて近年の相撲界は暴力根絶を掲げてきました。それにもかかわらずたびたび暴力問題で世間を騒がせることになっています。まず部屋で暴行を受けた力士が訴えを起こすことはとても勇気がいることです。今回道の区部屋の安西は花籠部長に報告していますが、ここでは部屋で対処するようにと言われただけです。本来であれば窓口になるはずの花籠部長が全くの人事で適切な対応ができていません。暴力根絶を掲げながら未だに暴力がなくならないのはこうした部分もあるのでしょう。また花籠部長は安西に対し暴力を振るっていた彼の兄弟子をなんとか穏便に辞めさせてあげたいといった趣旨の話をしていたそうです。さらに懲戒処分にすることもできるが時間がかかるかもしれないとも言っており、安西によれば道の区部屋での事件をなんとか大ごとにならないようにしたいという気持ちが透けて見えたといいます。本当に暴力根絶を目指しているのならこうした対応は間違いであり、暴力行為について軽く考えているのかもしれません。各界関係者も今でも暴力の話は聞くし表に出ているのは全体の一部、部屋で処理したり協会の処分を受けずに引退した力士は何人もいると証言しています。相撲協会の対応を見ても実際に隠蔽されてきた問題があったのであろうことは想像に難くありません。暴力沙汰はいつ大きな問題に発展してもおかしくないので、協会も改めてしっかり考えていくべきなのかもしれません。いかがでしたか。暴力根絶を掲げている相撲界でまたしても暴力事件が発覚してしまいました。そして協会が隠蔽するような対応を取っていたことも明らかに。このような対応をしているようではいつまでも暴力はなくならないでしょう。花籠部長に相談があった時点で公にした方が良かったように思えますが、そもそも暴力が根絶できていれば今回の騒動も起きていません。一連の騒動や相撲界の対応について視聴者の皆さんはどう思いますか。